セベルスク首相セベルスク市入グ口にあるゲートセベルスクはロシア連邦トムスク州の都市トムスク市から北西に1 5 k m 富川に臨む1956年に都市として登録された人口は12万400人1949年3月26日ソビエト連邦政府はトムスク市の付近に高濃縮ウランとプルトニウムを生産する 軍事工場を建設することを決定した。その後、1958年に世界で初めての核兵器工場が建設された。これらの工場群は後にシベリア科学コンビナートと呼ばれるようになった。1953年から稼働している工場では、ウラン濃縮と転換やプルトニウム生産用原子炉の運転、そこから発生する使用済み核燃料の再処理などが行われている。 SCC にはプルトニウムを生産するための原子炉があり、発生した使用済み核燃料を再処理して核弾頭が生産されていた。そのために、セベルスクはソビエト連邦時代には秘密都市とされ、郵便番号であるトムスク -7 という名で呼ばれていた。SCC に建設された5機のプルトニウム生産炉は、米国との協定により1から3号炉は運転を停止したが、 4号炉と5号炉は、セベルスク市とトムスク市の電力需要を賄っているため、冷戦終了後も2008年まで、シビルスカや原子力発電所として、稼働を続けた。1993年4月6日、放射性の物質を貯蔵していたタンクが爆発し、創業以来、最悪の核事故となった。ありがとうございます。